リアリ次へは、五代皇統の初代皇帝。病号は、招集父に劣らぬ猛将として活躍し、主前中泣き跡の公領を滅ぼし、さらに前、職を支配下に置くなど、一時は五代でも、屈指の大勢力を築き上げるが、政治家としての実力が皆無でその悪性により、家臣の離反を招き、最後は、自滅的な非合の最後を遂げた。特決警察家族の出身。 砂田族の長の利活用の長男として生まれ、開閉2年、父が病没した後を受けて、大元で神王に即位した。臨終に際して、利活用は、利有り継ぎに対して三本の矢を与え、わしが没した後に、三本の矢のうち最初の一本は、優秀に拡挙して、縁王と自称した、竜神教。もう一本は、喫丹の大祖やりつあぼ最後の一本は、高領の大祖。 シュららをそれぞれ倒すのに使うべきであると遺言したという。暴風の言葉に従い、寒化三年には、劉飛と司教の権力を奪った、劉竜李密を滅ぼして、優州を制圧し、吉丹とは修行で臨み、その後はもっぱら、公領に対して激しい攻撃をかけた。公領では年老いた、シュアの暗具な政治に対する失望感が強まり、さらに継承権をめぐっての抗争から、 主明は、次男の栄養士と模型に暗殺された。この内紛に乗じ、リアリ継栄は次々と弱体化した、高齢の領土を奪い、923年に、これを滅ぼした。同年に、党の副都であった洛陽で皇帝に即位した、リアリ継栄は、国号を、党と定めた。リアリ継栄らの理性は党からの姿勢であったので、その継承者との名目から党を国号としたのである。後世の家は、 党と区分するため、一般に皇等と呼び名表している。同校二年には、先生に拡挙して起用となっていた、李持ちを降伏させ、同校三連には、四川の前、職を滅ぼし、職を統治する、西川節度市に、武将の毛友義を認じた。やがて皇等は、河北と四川を合わせた五大王朝の最大半島を、実現した。武力により、半島を拡大した、昭州は、 武将としては父以上の名称と称えられたが、政治家としての素質は乏しく、内政面では、腹心の貢献に任せきりにし、人民からの過酷な搾取などの悪性が多かった。また、党の幻想と同様に演劇に戯れて、自らも李天下と称して、芝居を演じたという。このように招集は、国語に党を選ぶだけあって、党の文化に対して強い憧れを持っていた。 前述の通り落葉二千都市、番頭の特徴であった宦官,官を徴用した、側近政治に偏っていった。特に軍人の観察として、宦官,官を用いたことは、軍人たちの強い不満を買うことになった。その中で、昌州は、酒と社市に溺れて、政務を顧みなくなった。有能な武将である数密氏の各隆氏党は、大使でもある、義王立義宮の四千討伐に従軍した。 しかし、各隆史党を快く思わない官官が総大将の立義級に残言した。立義級は、父の昌州にこのことを報告し、残言を信じた、昌州は、官官馬彦、刑を派遣し、各隆史党を逮捕しようとしたが、皇后竜氏が密に、各隆史党とその家族の中殺を命じた。さらに、仮子の立義林も、後権の残言で中殺された。同時に、 各地で不満が爆発し、無謀反が相次いで起こった。各地での反乱が大規模に発展し、同校4年には、利活用の仮子であった、律具現に軍を預けて、その鎮圧に向かわせたが、逆に軍閥の軍人たちによって、律具現が皇帝に擁立されるに至った。補給路を断たれた洛陽は孤立して食料にも困るようになった。最終的に昇州は、金軍によって殺害された。 その後、遺体は、律具現によって、容量に埋葬されたという、ありがとうございます。